おはようございます先生。さあ下宿へ行きましょう。先生、ご機嫌よろしゅ。女の声の正体、分かりましたよ。5号室を誰かが合い引きの場所に使ってやがったんです。あらまやだわ、でもどうして？誰かが先生の土蔵から鍵を盗み出しましてね。おやおや、実はこれからくりになってましてね。あら面白いわね、初めて見たわこんなの。ひょっとしたら轟さんに関係あるんじゃありません？え、何かご存知なんですか？いえ、そういうわけじゃないんですけど、ほら、轟さん、敵屋さんでしょ？だからそういうお仲間からこういうからくりを手に入れることもできるんじゃないかって思ったもんですから。もうよろしいかしら？なるほど、轟さんか。轟さん、留守ですかね？おお、先生。あれ？お出かけだと思ってたんですが。おお、ちょっとな、仕事よ、探しんな。先生、俺に何か用かい？これに見覚えは？あ？いや、俺には関係ねえだろ。冗談じゃねえ。俺が何したって言いやがるんだよ。そんなもん俺は知らねえよ。なんか疑わしいな。なんだよ、何も知らねえって。もういいだろ。実はこの二千銅貨はからくりになっていてね、敵屋の轟さんなら何か知ってるんじゃないかと思ったんだが。知らねえな。これね、五号室で見つけたんですよ。あそこはいつも鍵がかかってるだろ。なんでそんなところにあるんだよ。誰かが先生の土蔵から鍵を盗み出したらしいんです。何？それで五号室を合い引きに使っている人がいるんですよ。合い引き？その五号室にこのからくりの二千銅貨があった。ってことは二千銅貨のことを知ってる人間が先生のところから鍵を盗んだってことになるのが自然ですよね先生。やろう、そんなこと。あ、こいつやっぱり何か知ってるな。ちょっと待った。俺じゃねえぜ、鍵を盗んだりしたのはよ。じゃあ何を知ってるんだ。わかった、話す話すよ。それは俺が野々村にやったもんだよ。
野々村君に。ああ、隠れて女と手紙のやり取りをするのにいいものはないかってんだね。知り合いのからくり師からもらってやったんだよ。野郎、こそこそと相引きなんてしてやがったのか。え、違うんですかい。じゃあドイツが。それを調べてるんですよ。ははーん、野々村の野郎もしかしたら金を取って誰かに五号室を貸してたんじゃないですかね。いやね、あいつこのところ妙に金回りがいいんでね。そうか、家賃を3ヶ月も前払いしましたもんね。その2000どうかのからくりで部屋を貸してた相手と連絡を取ってたりしてたんじゃないですか。これ相引きするやつが次にいつ来るかを野々村に知らせるためのものじゃないですかね。こんなことに使いやがるんだったら野郎に2000どうかを渡さなきゃよかったな。俺の顔に泥を塗りやがって。野郎、今度会ったらぶん殴ってやる。じゃあ先生、失礼しますよ。こりゃ野々村をとっちめてやらなくちゃいけませんね。忍び込むんですか。まあこういう場合だからいいか。五号室の鍵だ。やっぱり。誰だ。何してる。何ですか先生。いくら大家さんでもひどいじゃないですか。何か用なんですか。もう言い逃れはできないぞ。お前の机にあった五号室の鍵だ。お前が先生の土蔵から盗んだんだな。すいません。君は金を取って部屋を貸して誰かに相引きさせていたんだね。はい。ああ、二人は何者なんだ。男は千石といって僕の友人です。女の方は知りません。いつも千石が金を持ってきましたから。その二千銅貨に千石が次に来る日と時刻を書いた紙を入れて置いておくようにしたんです。僕はそこに書いてあった時間に部屋にいるようにして千石から金をもらって鍵を開けていました。お願いします先生。僕こんなことが田舎に知れたらきっと田舎に帰らされてしまうから、お願いします。もう二度としません。許してください、はあ、本当にこれっきりだよ。先生は甘いんだから。でもどうします。相引きしていた二人放っておくわけにはいきませんよ。現場を抑えられれば一発なんだがな。先生、その紙千石が明日また来るって書いてありましたよね。どうでしょう、その時捕まえては。そうか、
待ち伏せようって言うんだな。はい先生、5号室の鍵もう一度貸していただけませんか。仙国が来たら僕は何も知らないふりをして鍵を開けて先生を呼びに行きます。そうすれば中にいる仙国たちの現場を抑えることができますよ。こりゃ明暗ですよ先生。せめてもの罪滅ぼしです。先生、5号室の鍵を貸してください。明日必ず呼びに行きますから。じゃあ先生、戻りましょうか。やれやれ、これでなんとか解決しそうですね先生。じゃあ僕も明日また来ます。今日のこと忘れずに記録しておいてくださいね。謎はすべて解けた。野々村は私の土蔵から5号室の鍵を盗み出し、勝手に部屋を貸して合い引きさせていた。二千堂家は次に合い引きに来る日を野々村に知らせるためのものだった。あとは明日、合い引きしていた二人を押さえるだけだ。これで、下宿で女の声がしていたという問題も解決できるだろう。